皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は東京クロノスのファミ通紹介をしていきたいと思います。ライトノベルソードアートオンラインの担当編集者として知られる三木一馬さんなどの著名なクリエイターが手掛ける VR ミステリーアドベンチャーゲーム東京クロノスは、誰もいない渋谷に閉じ込められた8人の幼馴染を軸に疑念渦巻くミステリアスな物語が展開されます。今回はメインキャラクターとその作品の特徴を紹介します。人の消えた渋谷で起こる怪事件、人のいない渋谷で目覚めた主人公は同じくこの世界に閉じ込められた7人の幼馴染と再会します。気の合う仲間と出会い、安心したのもつかの間、大型ディスプレイに私は死んだ、犯人は誰という文字が浮かび上がります。殺されたのは誰なのか、そして殺人犯の正体とは。美麗な3D モデルで表現された登場人物、心身気鋭のイラストレーターラムさんが手掛けたキャラクターを美麗な 3D モデルで表現しました。喜び、悲しみといった登場人物たちの感情が伝わる自然な表情の変化や仕草などにも力を入れています。豪華声優陣による巧みな演技も相まって、プレイヤーを作品の世界に引き込んでくれます。ではキャラクターを紹介します。桜井京介、キャラクターボイスは上村優斗さんです。本作の主人公、まあメイン主人公みたいなものですかね。争いを好まない性格で、面倒見の良いお兄さんのようなタイプです。続きまして二階堂カレン、キャラクターボイスは石川由依さんです。物静かでミステリアスな雰囲気の少女です。続きまして東国ユリア、キャラクターボイスは柚木翔子さんです。国が認めるほどの天才物理学者です。続きまして桃野優、キャラクターボイスは木戸伊吹さんです。桜井の最も古い幼馴染で、家が隣にあって兄弟のような関係で育ってきました。続きまして神谷彩、キャラクターボイスはパクロミさんです。著名な政治家の息子で、霊目優秀です。では続きまして諸和愛、キャラクターボイスはさくらあずさんです。クールで真面目な少女で、自分にも他人にも厳しいので周囲から妬まれることもあります。続きまして影山哲、キャラクターボイスは梶裕貴さんです。引っ込み思案な性格の少年です。続きまして町小路颯太、キャラクターボイスは上田圭介さんです。能天気でお調子者のムードメーカーです。そして物語の鍵を握る9人目の幼馴染ドウ、キャラクターボイスは木村良平さんです。まあ大体こんな感じですね。そして開発状況は 97% です。まあ大体ローに関しては、彼は自分が主人公たちの幼馴染の一人であると告げますが、誰もローのことを覚えていません。一体何が渦巻くのでしょうか。というわけで今回はこの辺で東京クロノスのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。